アメリカ合衆国の大量破壊兵器では、アメリカ合衆国が保有する、または過去に保有していた3種類の大量破壊兵器、核兵器、化学兵器と生物兵器について記述する。アメリカは核兵器を実戦で使用した唯一の国でもある。また、アメリカは第一次大戦とベトナム戦争で化学兵器を使用している。複数の情報源によると、 アメリカの大量破壊兵器の備蓄量はロシアに次いで2番目であると言われている。他の情報源によると現在アメリカ合衆国はロシアより多くの核兵器を所持しているとされているが核兵器だけが大量破壊兵器というわけではない。1945から2002年のアメリカ合衆国の核兵器備蓄数詳細はアメリカ合衆国の核兵器を参照詳細は前発隊計画を 参照第二次世界大戦中、マンハッタン計画によってアメリカで核兵器が開発された。1945年にはトリニティ実験として人類初の核実験を行い、その後2発の原子爆弾は広島と長崎に対して使用された。2回の原爆投下によって10万人の日本人が死亡し、13万人が負傷したという。そのほとんどは 非戦闘員であった。また、1952年には IB 作戦という世界初の水爆実験を実施した。アメリカはまた頻繁に核実験を実施している。1054回の核実験が1945年から1992年の間に行われた。しかし、正確な核実験の回数はわかっていない。というのは、 複数の爆弾を使用した実験があったり、失敗した実験があったり、核爆発を起こさない核実験が行われたりしているからである。アメリカは1992年9月23日に包括的核実験禁止条約に署名するまでに多くの核実験を行った。現在、アメリカ合衆国は3種類の使用可能な核兵器を実戦配備している。アメリカ合衆国は 1968年に批准された核拡散防止条約での5つの核保有国の一つである。1993年の10月13日にアメリカ合衆国上院は包括的核実験禁止条約の批准を拒否した。しかしアメリカ合衆国は核実験を1992年以来行っていない。それでも、 なお、臨海全核実験や核弾頭以外の部品の実験やスーパーコンピュータによる計算によって実際の実験によらない知見の蓄積を重ねている。1990年代にはアメリカ合衆国は新規の核開発政策を変更し、その代わりに核備蓄管理と呼ばれる老朽化した核兵器を維持・廃止する政策を取るようになった。 ジョージ・ W ・ブッシュの監督のもとで、新世代の小型核兵器、地中貫通弾と呼ばれる核兵器の研究を進めることに決定された。2004年にアメリカ議会を通過した予算案によって、各バンカーバスターや地中貫通弾といった、いくつかの兵器の開発に対する予算が廃止される。アメリカ合衆国の正確な核兵器備蓄数を決めることは難しい。というのは、 各種の条約や組織によって報告する核兵器の基準に差があるためである。特に備蓄されているだけのものや廃棄待ち、再構成される核兵器をどう扱うかについてはまちまちである。2002年にアメリカ合衆国とロシアの間で調印されたモスクワ条約条約によって両国の核配備数を2200以下にまで削減することに合意した。 2003年には、アメリカはロシアからさらに1500発にまで、両国の配備を削減するように提案されたが、アメリカはこれを拒否した。LGM-30 ミニットマン ICBM の試験発射アメリカ空軍は、現在450から500機の大陸間、弾道ミサイルを15程度の複合ミサイル基地で運用している。そしてそのほとんどは、 ロッキー山脈の異北の州とノースダコタ州及びサウスダコタ州に位置している。アメリカ合衆国の ICBM はすべてミニットマン3の編集である。ピースキーパーミサイルは2005年までに退役、廃棄が完了した。すべてのミニットマン2ミサイルは戦略兵器削減条約の取り決めに従い廃棄され、それらの発射サイロも処分。また、第二次戦略兵器削減条約により、 ほとんどのアメリカの多弾頭化された ICBM は禁止され単一弾頭のものに更新された。しかしながら、スタート2の批准をロシア側が拒否し条約が廃止されたため、アメリカには450発のミサイルに500発の核弾頭が搭載されたままで残っていると言われている。相当条約の下で、アメリカは2003年現在1600発の 核弾頭を500発のミサイルに配備しているが、それを2012年までに500発の核弾頭と450発のミサイルにまで削減するとしている。最初のミニットマン3は2007年に計画通りに廃止されたが、同時にミニットマン3に搭載されていた核弾頭は小型の W62 からより大型の W87 へアップグレードされるとしている。アメリカ海軍は 現在14隻のオハイオ級弾道ミサイル潜水艦を配備している。各々の,のの潜水艦は定数24機のトライデント2ミサイルを装備している。およそ12のアメリカの攻撃型潜水艦はトマホークを装備している。トライデントミサイルのいくつかは W-88 核弾頭を装備している。B-2 ステルス戦略爆撃機。アメリカ空軍は 戦略核爆撃機部隊を指揮している。爆撃機群は94機の B-52 と19機の B-2 からなる。64機の B-1 すべては2007年以来、比較兵器のみを運用しており、もはや核戦力としてはカウントされていない。それに加えて、アメリカ軍は小型の戦術核を巡航ミサイルや伝統的な戦闘爆撃機からの投下用の 爆弾として運用している。回 -15、回 -16 と回 -35 からの自由落下爆弾として400発の核兵器を維持している。そのうち180発の戦術核兵器 B61 は核兵器協定の下でいくつかの国に共有されている。生物兵器禁止条約批准以前に配備された E120、生物爆弾。 アメリカ合衆国の攻撃用生物兵器の研究はフランクリン・ルーズベルト大統領とアメリカ合衆国陸軍長官の下で1941年10月に開始された。研究はいくつかの場所で進められた。生産施設はインディアナ州のテラオートに建設された。上級生産施設はアーカンソー州のパインブラフに建設され1954年に 生物兵器の生産が開始された。フレデリックのホートデトリックも後に生物兵器の生産、開発施設となった。それらの施設で、大人及び穀物を対象とした、大植物兵器が開発された。アメリカは、炭素菌、吸熱、ブルセラ菌、ボツリヌス菌、ヤト病菌、ウマ農園ウイルスなどの大量生産と兵器化に成功した。 1969年の半ばにイギリスとワルシャワ条約機構は個別に国連に対して生物兵器禁止を訴え、1972年には条約化された。アメリカ合衆国は大統領令によって1969年11月に生物兵器の開発を、1970年2月には化学兵器の開発プログラムを中止した。 その後1975年1月22日にはジュネーブ議定書を批准。1975年には生物兵器禁止条約を批准したキッシンジャー1969。2001年のアメリカ同時多発テロ直後には炭素菌によるニュースメディア事務所と上院議員を狙ったテロが発生し5人が死亡した。アメリカ炭素菌事件も参照。アメリカは空爆と 化学兵器の実践での使用を禁ずるハーグリック戦条約に調印している。第一次世界大戦ではアメリカ合衆国はフランスによって開発された化学兵器と独自に開発した化学兵器を備蓄していた。当時1400トンのホスゲニア175トンのマスタードガスを含む5770トンの化学兵器を開発していたという。これは当時開発されていた。 化学兵器の4%に相当する。第一次大戦後、1922年のワシントン会議で化学兵器の廃止を訴えたが、フランスの反対により頓挫している。アメリカはその後も化学兵器の備蓄を続け、3万トン以上の化学兵器を所有していた。化学兵器は第二次世界大戦中には連合国によって使用されてはいない。しかし、ドイツによる 化学攻撃への報復を目的として、ヨーロッパに一定量の化学兵器が備蓄されていたという。それによって、少なくとも一つの事件が起こっている。1943年の12月2日の夜、ドイツの188爆撃機によって、南イタリアのバーリの港が攻撃され、数隻のアメリカ船が沈没した。その中には、マスタードガスを運搬するリバティ船。 ジョン・ハーベイも含まれていた。ガスの存在は機密事項であり、港の責任者は何も知らなかった。そのために犠牲者は増え、医者はマスタードガスの犠牲者に対して手の施しようがなかったという。アメリカ軍の報告によれば、69人の死者は完全に、または部分的にマスタードガスによるものであり、その大部分はアメリカ人少船員だった。 合計で628人のマスタードガスによる死傷者が出たというネイビー2006ニガー,ーウースト。これらの犠牲者には民間人は含まれていない。事件の詳細は戦後しばらくまで秘匿されていた。オネストジョンミサイルの弾頭 M139 サリン症爆弾が搭載されている。第二次世界大戦後連合国は多分 サリンやソマンを含むドイツ軍によって開発された神経ガスを摂取し、それをもとに神経ガスのさらなる研究がすべての元連合国によって進められた。数千のアメリカ兵が冷戦中の化学兵器実験やまたは事故にさらされた。それらの事故の中には1968年に起こった6400匹の羊が拡散したガスによって死んだ事件がある。 アメリカ合衆国はまた、インドールや LSD を含む多種類の七子製の化学兵器を開発している。それらの高古林材の一種に、NATO のビジーとして知られている3、キヌクリジニルベンジラートがあり、1960年代の初めに兵器化されたという。伝えられるところでは、ビジーはベトナム戦争中にタイゲリラ専用兵器として用いられたとされているが、 アメリカはそれらの兵器を実戦で使用してはいないと主張している。また北朝鮮と中国はアメリカは朝鮮戦争でも科学、生物兵器を使用したと主張しているがアメリカ自身は否定しておりロシアの公文書でも否定されている。アメリカは最初期の科学兵器禁止条約ハーグ陸戦条約と百二十二年のワシントン会議の参加国である。しかし これらの条約は発行しなかった。また1975年1月22日にはジュネーブ議定書を批准し科学生物兵器の使用を禁止している。1989年と1990年にはアメリカとソ連はバイナリ兵器を含む科学兵器開発プログラムの終了に合意した。アメリカはまた1977年4月に発行した。 化学兵器禁止条約を批准している。この条約では、当時アメリカが所有していたほとんどの種類の化学兵器の保有を禁じ、化学兵器の開発や備蓄された兵器の廃棄、化学兵器の戦具物質や化学工場、運搬兵器の開発も禁じている。2009年7月、アメリカ陸軍科学物質局によると、1997年に宣言された通り、 アメリカ合衆国は3万1100トンの神経ガスおよびマスタードガスの備蓄のうち63%の廃棄を終えたという。2006年までに廃棄された化学兵器のうち500トンだけがマスタードガスであり、その大部分は VX やサリンといった他の薬品であるという。残りの86%は2006年4月に廃棄された。 アメリカの13,996トンの禁止兵器はフェーズ3の割り当てと期限に従い2007年6月までに廃棄された。最初のフェーズ3の公約では全ての国は2004年4月までに全貯蔵量の45%を廃棄しなければならないことになっていた。しかしその期限に間に合わないことが予想されたのでブッシュ大統領は2003年9月に フェーズ3の期限を2007年12月まで延長するように、また全ての備蓄の廃棄期限であるフェーズ4の期限を2012年4月に延期するように要求した。この延期によって、ロシアを含むいくつかの国が条約から脱退した。2012年は科学兵器禁止条約によって許可された最終期限であるにもかかわらず、アメリカは、 国際情勢の変化からこの期限に間に合わないかもしれないと主張している。なお、オレゴン州の夢、ありがとうございます。